1964年生6122カントリー・ジェントルマン6122から1962・62年までカントリー・ジェントルマンの履修。F ホールはペイント。グレッチ・カントリー・ジェントルマンはグレッチ社のエレクトリックギターで同社の代表的な機種の一つ。ジェット・アトキンスの使用によりシグネチャーモデルとなっている。カントリー・ジェントルマン自体の正式のモデルナンバーは グレッチ六千百二十二だが、グレッチ六 6120K 自体が、ジェットアトキンスとの共同開発、エンドースメントによって成立したナンバーであり、ジェットアトキンスモデルという際には六千百十九、テネシアン、六千百二十、六千百二十一を含む抗議となる。グレッチ社の不信を背景に、アトキンスは九百八十七年よりグレッチとのエンドース契約を解消、ギブソンが、 同様のモデルを製造していた時期があるが、アトキンス没後の2007年に、遺族との交渉により、ジェットアトキンスモデル、およびカントリージェントルマンの商標はグレッチに戻った。新たに、ギブソンと共同開発し、1987年に、ギブソンから発売された。トラスロットカバーに、ジェットアトキンスモデルと表記されている。シングルカッタウェイのハーフデプスボディという構造である。 独立したボリュームとマスターボリューム、半月型ポジションマーク、ビグスビー・ビブラートなどグレッチの構造とよく似ている。金属パーツはすべてゴールド仕様。チェットアトキンスは、リアピックアップが通常ポールピースが下側に来るのに、対し、反対に向けて装着しており、サウンドを微妙に変えている。肘当ても装着されている。時期により、仕様が若干変わり、初期のプロトタイプは、 ポジションマークは半月型ではなく赤い長方形型であった。デスポールカスタムや ES-335 のような長方形ではなく半月型のポジションマークの位置に長方形のマークがあった。さらにグレッチ6120のような芝を覆う大きな長方形のポジションマークも採用されていた。トグルスイッチの位置やコントロールの位置など仕様変更は多々あった。 また、ジェットアトキンスとギブソンが共同開発したモデルには、エレクトリックギターのテネシアン、エレクトリックアコースティックの、ギブソンジェットアトキンズ SST 及び、ギブソンジェットアトキンズ CE があり、現在、ギブソンのジェットアトキンスモデルといった場合に指すのは、むしろ、これらであろう。ありがとうございます。